ジョバンニスキア・パレッリによる火星の地図1877年19世紀後半、及び20世紀前半の一時期、火星の運河が存在すると信じられていた。運河とされたのは、天文学者によって、写真のない初期の低解像度の天体望遠鏡によって観測された、火星の北緯60度から南緯60度までの赤道付近の地域にある網目状の長い直線であった。 1877年、ショーの間に、イタリアの天文学者、ジョバンニ・スキア・パレッリによって、初めて記述され、そして後の観測者らによって確認された。スキア・パレッリは、こうした線を、溝と呼び、これが、運河と英訳された。アイルランドの天文学者、チャールズ・イーバートンは、火星に、直線上の地形を示す最初期のスケッチをいくつか、描いているが、ただしそれは、 スキアパレッリのとは一致しなかった。20世紀前半までに天文観測の進歩が運河は作詞であることを明らかにし、現代の火星探査機による高解像度の火星表面地図にも運河は描かれていない。6インチ反射望遠鏡で観測した火星パーシバルローエルは運河は火星の知的文明によって考えのために改作されたというスキアパレッリよりも さらに踏み込んだ考えの強い支持者だったが、スキアパレッリとしては、ローウェルのスケッチの細部は、ほとんどが想像上のものと考えた。数多くの運河を入念な命名と共に示した地図を描いた観測者もいたし、ゲミナチオンと呼ぶ現象、つまり二つの平行な運河が二重化される様子を見た観測者もいた。運河という観念に異議を唱える観測者もいた。エドワード・エマーソン・バーナードは、 運河を観測できなかった。1903年、ジョセフ・エドワード・エヴァンスとエドワード・ウォルター・マウンダーは、男子生徒ボランティアを用いた資格実験を実施し、どのように運河が作詞として生じうるかを示した。作詞の原因は、低品質の望遠鏡で多数の天井のものを見ると、それらが繋がって線のように見えることであった。1907年、イギリスの博物学者、 アルフレッド・ラッセル・ウォーレスは、著書、火星に住むことはできるのか、を観光し、ローウェルの主張を厳しく批判した。ウォーレスの分析によれば、火星の表面は、ほとんど確実にローウェルが推定したよりも、はるかに寒く、液体の水が、表面に存在するにはあまりに気圧が低い。そして彼は、分光分析で、火星の大気内の水蒸気の証拠を見つけようとする。 いくつかの最近の試みが失敗したことを指摘した。ウォレスは複雑な生命は存在し得ず、ましてローウェルの主張するような惑星を取り巻く考えシステムは言うまでもないと結論付けた。ウジェーヌ・アントニアディは1909年の火星の章でムードン観測所の合計83センチの望遠鏡を用いて観測をしたが運河は見えず、1909年に ピクデューミディ天問題の新しいバイオドームで撮られた火星の写真もまた火星運河説を否定した。こうして火星に運河が存在するという説は人気が落ち始めた。しかしながら1916年の時点ではバルデモア・ケンプフェルトがそれでもなお火星運河説を擁護していた。火星の表面マリナー4号による1965年 NASA による アメリカ合衆国のマリナー4号が1965年に火星に到達し、クレーターと全体的に不毛な風景を明らかにする写真を撮影したことが火星に高等生物が生息しうるという考えに終止符を打った。表面大気圧は4.1ないし7.0ミリバール。昼間の気温は摂氏マイナス100度と推定された。ジバ あるいは火星の放射線体は検出されなかった。ウィリアム・ケネス・ハートマンは、1960年代から2000年代までの火星像を研究する科学者であるが、運河は山岳及びクレーターの風下側の風によって引き起こされた粉塵のスジコンであると説明している。パーシバル・ローウェルによって描写された火星の水路イタリア語のコンディは、運河、水路、送水管。 溝などを意味する。火星について、コンリーという単語を最初に用いた人物は、1858年のアンジェロ石器であった。もっとも彼は、直線構造は見ておらず、もっと大きな地形に使っている。例えば後に、オーシルチス大地と呼ばれるようになる地形に対して、コンリーアトランティコという名を用いた。火星の運河という考えが、多くの人々によって受け入れられたのは、 必ずしも奇妙ではない。19世紀後半の時点で、天文観測は写真なしでなされていた。当時の天文学者たちは、行く時間も望遠鏡越しに星々を見つめ、像が明瞭になる瞬間を待ち、そしてその時見えたものの絵を描かなければならなかった。彼らは、やや暗かったりやや明るかったりする、アルベド地形を見て、それが、海や大陸であると信じていたのである。 彼らはまた火星には比較的しっかりした大気があると信じていた。彼らは火星の自転周期や地軸の傾きが地球とほぼ同じことを知っており、これは天文学的及び気象学的な意味で複数の季節があることを意味した。季節の変化に伴って火星の極寒が収縮したり拡大したりすることを観測することもできた。 火星の生命が天文学者たちによって仮定されたのは、彼らが地表の特徴の変化を植物の季節的な成長によると解釈したためである。しかしながら、1920年代後半までに火星は大変乾燥していて、大気圧は大変低いということが分かった。その上19世紀後半は地球上で大運河が建設されつつある時期であった。例えば、 スエズ運河は1869年に完成し、そしてパナマ運河を建設しようとするフランスの試みは1880年に始まった。天文学者たちが同様な計画が火星で遂行されつつあると考えたのは自然である。1889年、天文学者チャールズ・ヤングはスキア・パレッリの1877年の運河の 発見は1881年に確認されたと報告したが、ただし新しい運河が以前になかったところに現れていて、その起源に関する大変重要かつ当惑させられる問題を生じさせた。1892年の工場件の章の間に、ウィリアム・ヘンリー・ピッカリングは無数の小さい円形の黒い点が運河のすべての交点あるいは出発点で生じているのを観測した。 これらの内くは、スキアパレリに大きな暗い反転として見えており、海あるいは湖と呼ばれたものであった。しかし、ピッカリングの天文台は、標高約2400メートルに所在するペルーのアレキパにあり、その大気の条件は望遠鏡の光景を2倍にすることに匹敵するというのがピッカリングの意見であった。それらは、間もなく他の観測者らによって、 とりわけローウェルによって見つけられた。1892年及び1894年の章の間に季節的な色の変化が報告された。極の雪が溶けるにつれ、隣接する海が溢れて熱帯地方まで広がるように見え、そしてしばしば明白に緑色を帯びているように見えた。スキアパレッリのこのリーは、本当に知的存在によって作られた、考え運河であるという考えが、 ローウェルと他の数名によってまず提唱され、それから唯一の理解し得る説明として採用された。火星の運河に関する新聞と雑誌の記事が大衆の興味をかき立てた。1894年、火星に海は少しも存在しないのではないかと疑われ、始めた。最高の条件下で、これらの海と思われるものは全く一様性を失っているように見えたし、その外見は、 大きな高みから見られる、尾根、裂け目、そして峡谷が刻まれた山岳地帯のものであった。こうした疑念はすぐに確信に変わり、今では火星の表面には工場的な水が存在しないということがあまねく合意されている。運河の概念は1877年のスキアパレッリよりもたらされたが、初期の火星に関するフィクションでは言及されていない。例えば、 ハーバート・ジョージ・ウェルズの宇宙戦争には運河の言及はなく、緩やかに乾燥しつつあり、地球の資源を欲しがる火星が描かれているが、スキア・パレッリの地図に描かれているような荒廃した海も描かれている。ローウェルの著作の影響を受けた後の著作品は常に乾いた火星を描き、そして運河はより顕著な特徴となった。ただしそれの説明は著者によって様々に異なる。 運河は、スキアパレッリィや他の天文学者によって、地球上、もしくは神話上の河川にちなんで命名された。ありがとうございます。